こんにちは、挑戦チャンネルの時間です。今日はですね、ゲストにひまわりさんを呼びました。おで、ひまわりさんね、プロフィールをね、今ちょっと簡単に自己紹介していただきたいと思いますが、健康をね、インフルエンサーとは言われてるんですけど、筋トレのパーソナルトレーナーでもあります。ひまわりさん、簡単なプロフィールをお願いします。はい、はじめまして、はい、宮崎ひまわりと申します。はい、本名です。はい。うん、まあ、さっき、蝶さんがおっしゃってくれた通り、主にインスタグラムで、うん、まあ、食の発信とか、まあ、オーガニック、他の発信をしています。うん。よければ、ひまわりさんを検索していただいて、ぜひフォローしてください。ひまわりさんとね、出会いを考えると、どれぐらいの時期に出会いましたっけ？去年？去年の夏？うん。はい。はい、あ、でも私は、蝶さんのセミナーに行ったんですよね。そうですね。去年、ちょっと大きなセミナーね、アマネクオーガニックさんと僕がセミナーをやった、仙人セミナーっていうのが渋谷にあったんですよ。で、そこでね、来ていただいて、その時初めて同じ会社で見ました。はい。っていう感じですよね。はい。で、その時に、はい、たくさんの方からね、メンションされたりとか、コメントをいただいたんですけど、ひまわりさんのコメントがすごい目について、で、そこでコンタクトが始まったって感じで、この人ちゃんと考えてるんだなと思って、で、そういうコメントを見ると、その人のインスタに行って、うん、で、プロフィールを見て、普段出してるコメントとか、どういう配信してるのかって見るようなんですよ。はい。その時のね、やっぱり、生き方とかね、あり方が、やはりこう見えて、若くて美人さんじゃないですか。なんか、キラキラ女子系で、可愛さアピールしてるのかなって、ちょっと思っちゃったんですよ、最初。なら、読めば読むほど引き込まれちゃうんですよ。そのあり方、生き方で、僕、感銘をちょっと受けて、で、僕からオファーしましたよ。はい、インスタね、インスタやりましょう、うんうん、そうで、インスタライブをやったんですよね、コラボインスタライブ、うんうんうん、それが初めて蝶さんと話した。そうですよね。そうですよね。で、その時はまだ直接2人で会って話してないんですよね。話してなくて、ひまわりさんのね、こう情報配信とか見てて、ただひまわりさんが謎のアンバサダーっていうのをやっててオーガニックスーパーね、都度にある、うん、オーガニックスーパークランデールのアンバサダーを私がやってて、はいはい、まあ、それをインスタライブの中で結構多分ワードをめちゃめちゃ出してたら、うん、父さんも行きたいみたいな、はい、で、僕がクランデールでマルシェっていうね、うん、土曜日です。毎月第1土曜日にやってる、はい、ココマルシェっていう、もうめちゃめちゃこだわりを持った生産者さんたちが、はい、ファーマーズマーケットみたいな感じで集うイベントがあるんですけど、はい、それに僕が父さんが来た、はい、その時に初めて会って、最初からやっぱり仲いいっていうか、ね、昔からの知り合い、自然に打ち解けて、ひまわりさんから見て僕はどんな印象でしたか？もともと私は知っていたので、うん、そのセミナーでお話しされてるのを見て、うん、なんか私そういうセミナーとか行く時も、うん、行く側じゃなくて、私がそっち側に立ったらどうだろうっていう目線ですごいいつも聞いちゃうんですね、うん、はい、その時に蝶さんの話っていうのはシンプルにめちゃめちゃ聞きやすいし、めっちゃ入ってくるし、ちゃんと蝶さんが喋ってるなっていうのが率直な感想で、リアルを大切にしてるっていうのがすごい蝶さんから伝わってきて、喋るのがうまいだけじゃなくて、直接聞きに来てよかったなって思わせてくれた。ありがとうございますというふうに思っていただいたと。で、そういう形でですね、僕らがこう出会っていろいろ活動するんですけど、ひまわりさんがね、今情報配信したりとか、その食の大事さ、生き方、このブレない軸ができたので、どんなきっかけで始まって、うん、どんな思いで伝えてるんでしょうか？もともと私は、と違ったことしたいなとかっていうのは根本にずっとあって生きてきたけど、まあそれも多分なんとなくでした。有名になりたいなとか、人が笑ってるの好きだなとかっていうぼんやりとしたものはあって、その手段が歌を歌うこととか、踊りを踊ることだったんですけど、弟を急な事故で二十歳の時に亡くしました。で、まあ、そこから、成果っていう意味でもめちゃめちゃ変わったんですけど、ぼんやり生きるより何かのために生きたいとか、まあ、本当に何があるかわからないから全力で生きようって思ったのは、まあ、その出来事がきっかけ。でも、だからといって、その職に対しては、その弟のことというよりかは、もちろんそれがすごい大きなきっかけだったんですけど、ちょうどその頃に栄養学とか、その勉強し始めて、食のことをね、いっぱいいっぱい勉強してったら、今まで知ってた事実とか、全然違うことを知って、1秒後に何が起こっても、後悔ないような生き方をしようって思って、
ちょうど食の勉強し始めて、うん、でその食べることがただそのシンプルに自分の体作るとか痩せるとかそういうことだけじゃなくて、うん、生き方あり方っていうところにも影響を及ぼしてるっていうことをしてから、これはもういち早く私とか深い世代気づいてる人から伝えていかなきゃいけないし、はい、特にこれから子供産む人とかっていう人に伝えなきゃいけないっていう、もはや使命感みたいなものが生まれてきて、私がその今まで歌とか音楽とかで人元気にしてたのを、まあ、食っていうことを通してみんなが毎日やることで関わらない人がいないっていうもので、まあ、人を笑顔にしたりとかしたいなって思ったのがきっかけです、うんうん、きっかけで始めたって感じですね、はい、で今はね、ご自身でいろんなコミュニティを作ったりとか農業体験だったりね、あとはそういう、こうセミナー活動もしまして、あとはリアルで会うことをものすごい大事にしてるので、うん、まあみんなね、会うと楽しいね、お酒飲んで大爆笑みたいなね、そういうね、あったかいコミュニティもやってますよね。はい。ひまわりさんがいいところっていうのもたくさんあるんですけど、ひまわりさんは若くて美人って見ちゃうと、みんな、あ、そういう系ね、みたいな感じで見る方もいるんですけど、そこがちょっと違くて、僕ももうバリバリ経営者で24年間会社経営して、いろんな体験してるんですけど、ひまわりさんも若くして20代でいろんな体験されてるんですよ。乗り越えた人の強さだったりとか、自分が苦労したから、私苦労してるから見てじゃなくて、苦労したからこそたどり着ける領域に行って、それを若いうちに独身の女性で手に入れたっていう強さがあって、で、僕と共鳴したりとか、だから先輩たちにもすごい可愛がられてて、そういうなんか使命感を持った方っていうのは僕の印象です。ぜひね、皆さんね、興味あるなと思ったら、概要欄でね、ひまわりさんの公式 LINE っていうのがあって、そこでチェックして、必ず公式 LINE 登録してみてください。登録するとどんな特典があるんですか？登録すると6つ動画を見れるんですけど、食、うん、の話もそうですし、うん、簡単なレシピ、まあ、いいですね。あとはなんかこう顔出して発信してるので、はい、肌とかそれ美容とかどうしてんのみたいな質問結構いただくので、はい、まあ、それに対しての私の考えとかっていう動画を6つ上げてるので、ちょっと無料プレゼントいただくので、その動画だけでもものすごい価値がある。今こういろんな方から相談とか来るじゃないですか。どんな悩みとか相談多いんですか？食の話で言うと、家族も自分と同じように無添加のものを食べてほしいけど分かってくれない。なるほどね。やっぱ友達とそういうのが合わないとかもそうだし、痩せたいけど甘いものをやめられないとかっていう悩みもあるけど、人とどうしてますかっていうのが結構多い。そこの、まあ、接し方とか、うん、あとは他人軸で生きちゃってるでしょ、うん、人の目を気にしてる人の相談が多いかもしれないです、ね、そうですね。見られ方とかをめちゃめちゃ気にしちゃってるなって思うので、うん、私もそういうところも伝えたいなってすごい思うのは、うん、誰も見てないよあなたのことっていう、うん、気にしすぎです、誰も見てません。そう、見てないから、はい、みんなが自分のことをまずは幸せにだけじゃなくて、なんか自分をご機嫌にする方法をみんな一人一人が分かって、まず自分が幸せだったら他人を幸せにできると思うので、はい、それを考えた時にいろんな方法ってあると思うけど、私はやっぱそれで食っていうのを結構後回しに考えてる人が多いなって思うので、うん、まず自分が何食べるかっていうことをちゃんと考えて選ん で自分の心が幸せってなったら周りにもいい影響を与えられると思うので、食で自分の心をまずハッピーな選択をしてほしいなと思います。そうですね、はい、このやっぱりお菓子のもの食べてるとおかしな思考になるなっていうのは、私自身もともとそんなずっとオーガニックの生活をしてたわけじゃないので、うん、そうだったなって思うんですね。食が変わってちゃんと生きようって思うから、やっぱり目の奥が輝いてくるというか、うん、そういう人って魅力的ですよねってなるので、結果めちゃいいじゃんって、みんな素敵になるんじゃないかなって思いますね。ちゃんと自分が食べるもの選んで自分の人生をちゃんと生きてたらいい影響しかないなって、うんうん、まず本当にじゃあ何をこの世の中今ね、みんなパンデミックとか、もう今後なんかコオロギ食とか食べなきゃいけないのとか、いろんな質問我々来るじゃないですか、はい、その時ってじゃあどうすんのって言ったら、自分が実践するっていうのはめっちゃ大事で、僕らとかのね情報配信をしてちゃんと自分から情報を取りに行って実践するってことが大事で、で今ひまわさんのキーワードですが、自分がご機嫌さんになるってのが大事で、なんか朝から買った上に誰かを私をご機嫌にしてじゃないですか。自分からやっぱり笑顔でおはようって。じゃあ朝、じゃあ笑顔でおはようになるためにどうするのかって言ったら、やっぱ食なんですよね。
食をちゃんと食べてるとしっかり夜も寝れるし朝も起きれるし、自分がご機嫌さんになるから人に対しても優しくできるんですね。でそういう人たちが増えると世の中良くなると思いませんか？だからそういう感じをみんなにつなげようと思うので、ぜひね、もうひまわりさんのインスタとか、あとは公式 LINE 概要欄貼ってるの何度も言うんですけど、そこチェックしてみてください。今後はね、僕も一緒にね、まあ、ひまわりさんといろいろ学んでるんですよね、実はね、イベントを一緒にしてますけど、皆さん多分オーガニックっていうとあまりにも大きな市場すぎて、オーガニックって名前つけてるとみんないいと思うじゃないですか。そうじゃないですよね。そうです ね、オーガニックだから全部いいってわけじゃない。でも結構難しく考えがちじゃないですか。でもそうじゃなくて、素材そのものとか余計なものを排除してったものがオーガニックみたいな、うん、私はそう思ってます。まあ、ひまわりさん今こんな感じで明るく皆さん分かりやすく喋ってくれるんですけど、複雑に喋るとしたらめっちゃ深いんですよ。今僕が人生健康サロンで吉野先生をね、こう聞き役でやってるんですけど、吉野先生はもう世界の大枠と歴史を話せて、で食事が大事だよ、ドーンってみんなにメッセージをするんですけど、もらった人はじゃあどうするみたいな感じなんですよ。じゃあどうするって先がひまわりさんだと思ってください。じゃあひまわりさんがやってる上半身どんなのかっていうと、僕も一緒に行ったんですけど、そのスーパーに行って買い物を一緒にして、じゃあどういう表示で何を表記してるのかって見てちゃんと判断できるように一緒にこう動画でついてて、この前も撮ったんですけど、すんげー勉強になります。こういう感じでひまわりさん食をちゃんと選んでるんだって。オーガニック添加物の中でも会社ね、この会社のこの部分はいいよ、この会社のこの部分ちょっと残念だから、まあ、初期段階は避けた方がいいよねっていうのを一つずつ教えてくれるんで、もう LINE はね絶対取り上げてください。僕もめっちゃ勉強してます。だから買い物を選ぶ時のなんかコツとかあります？まあ、今言ったような会社もそうですけど、細かい話、なんか例えばメジャー一つ例を挙げるとすると、無添加の食品ってすごい会社もこだわってて他の商品はいいんだけど、例えば酵母エキスっていうものが入ってるものは私見ちゃうとあーとか思っちゃう。入ってても許容できるものとか、まあ許容できないものとかっていうの細かい部分になっちゃうんですけど、まあいろんな他にもあるので、なんかそういう部分も一緒に買い物行くみたいな感覚でいろいろできれば動画とかも上げれればいいなと思ってます、うん、皆さんこう情報たくさん、皆さんね本当に真面目で、特に日本人真面目で勤勉なんですよ。で勉強めっちゃするんですよ。でも行動に移すっていうのは本当数パーセントで、しかもそこからさらに継続するとさらにもう超数パーセントでちょっとしかいないんですよ。でそれなぜかっていうと、そういう環境にいないってことですね。だからひまわりさんとか僕と絡んでいただいて、特にひまわりさんと一緒にこう買い物ツアーだったりとか実際行くとか、動画を見てから勉強してああじゃなくて一緒にイベントに参加するとか、そういう形の行動っていうのを一回撮ってみてもらって、うん、でそこから行動っていうのは一回会うだけで変わりますもんね、うん、もうだから今田さん僕見てて一番強いのはリアルです。実際会ってもらうのが一番いいです、うんうん、だからセミナーでもそうですし、そういうリアルイベントぜひその公式 LINE をちゃんとチェックして、あこれいけそうかと思ったら登録して行ってみてください。でひまわりさんから、まあ、僕のねこの今 YouTube チャンネル見てるんですけど、いろんな方とね今後つながっていくんですけどそのつながってる人たちになんかメッセージだったりとか、私こういう配信するんでよろしくねみたいな感じのメッセージをください。はい、この動画通してだけでは伝わらないものがあると思うし、そうですね、直接会ってパワーを伝えたいし、うん、もらいたいしっていうのがあるので、オフ会とかそういうイベントをねいっぱいやりたいなって思うし、あとは何よりその美味しいものを大切な仲間と一緒に食べるっていうこの時間を共有することで、やっぱその食の大切さも分かるけど、何よりなんか幸せを共有できるので、うん、そういうのはやっぱりみんなとやっていきたいし、やっぱそれをやるとみんなも楽しいし美味しいからみんなに伝えようってなって、またその人たちが増えてっていう、うん、もういい輪をこう広げていきたいなって思うので、ぜひ何回も言っちゃうんですけど LINE 見てください。概要欄の公式 LINE ね登録していただいて、はい、動画をもらったりとか、あと、ひまわりさんの有料級のね情報をゲットして、共にね幸せになって周りをハッピーできるような活動をしていきましょう。はい、それではひまわりさんのね今後の活動を見たい方は公式 LINE と今後の僕らの情報配信を見てください。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。